そこまでだ。貴様の話は聞いている。バッドマンだかビットマンだか知らんが、これ以上勝手は許さん。意外とやれるじゃないか。第二連王レオ・ホワイトファンク。なめるな。まずいな、ビーコンの数がだいぶ減ってしまった。これではゆりかごの出現位置によっては近い位置に誘導できん。割り込んですまない。バーノン大統領、事情は把握した。上空で待機している艦船を的に使うのはどうだ。ダメだ、高度を下げて低空で待機させるのは危険だ。車線上に優遇を置くことになってしまう。それにゆりかごは出現時にバックヤード空間を展開する。近づきすぎれば飲み込まれてしまうぞ。仕方ない、ジョーカーを切るか。クソ、瞬間転移か。捉えきれん。悪いけど君に付き合う気はない。僕の目的はあくまでこのビーコンの排除だからね。ユリカゴの熱源と位相変化を感知しました。120秒後に出現します。最も近いビーコンは、最も近いところで61キロ先です。くそ、せっかくの作戦が。こんなところでユリカゴを破壊されるわけにはいかないんだ。そうすれば私の転移が届きますから。了解。まさか。どこを見てんだ。また会ったな、大将。この目なし草どもめ。やはり簡単にはいかんか。貴様、ジェリーフィッシュ海賊団の棟梁だ。待て待て、そういうのは後にしないよ。違う、いや違わない。今はその腕を見込んで頼みがある。何をする。なるほど、ビーコンを直接設置しに行くつもりか。そうはさせないよ。学習能力が不足しているね。そんな攻撃。見切ったぞ。貴様は手にする距離の長さに応じて準備に必要な時間が長くなる。さあ、もう一度お得意の手入れ逃げてみろ。この剣撃の外に出られるものなのか。ダメ。どう？行けます。この下げてみなさい。エッジ、目いっぱい連続して地面に浸す。先生を攻撃したら全速離脱。オッケー、任せて。ビーコンは X3、 ミサイルの目標変更を行え。しまった。クソ、逃げられたか。どうした、バゲー効果。ミサイルの軌道がそれた分のロスはあるが、タイミングは悪くない。ユリカゴ、現世に出現します。来るぞ。
事なのだ。なんだあれは。現れたぞ。ソルはまだか。静かに。見たまえ。作戦はすでに始まっている。あれは。ドクター、あれがあなたの言っていた切り札か。たった一人であんな位置にいるのは危険だ。普通のものではないと言ったろう。大丈夫だ。一体何者なんだ。もう話してもいいだろう。あれはギアメーカー、君たちがあの男と呼ぶ人物だ。何。久しいね、クロノス。こんな形で再会するなんて残念。ギアメーカー、なぜここに。防衛砲撃、撃ち落とせ。無駄だよ。ゆりかごには光線を目的とした装備はない。この程度の攻撃では彼を倒すことはできん。だがそれは貴様も同じだ。いかにギアメーカーであろうと。そうだね。確かに絶対防壁フェリオンは僕の力でもディスペルできない。しかし破壊することはできない。僕と彼と。バッドガイ。やはりてめえか。ブレデリック、今は作戦に集中して。我なくても。何が起きている。僕を媒体にしてバックヤードから直接引き出すボール。ブレデリックが繰り出す拳は今地球上では成し得ない高エネルギーを作り出して、それを僕が質量に変換し、しばらくシルト半径の幻想空間に移し、そして魔法防衛のある物理空間そのものを消滅させ、別の小宇宙を完全にさせ、あとはこの世界の崩壊をせき止めるフォローをするだけ。簡単な話。簡単と簡単に言ってくれる。くれたな、ギアメーカー。やはり貴様が最悪の敵だ。
耐え切ったぞ。我々の勝ちだ。そうなったら、もうみんなと会えなくなっちゃうんですよ。